ただいま、ポエトのね、お仕事から帰ってきまして、急遽、ちょっと今回、とある YouTuber さんが初めてこの家に来てくれるということで、コラボ撮影になってまーす。軽くご飯を食べながら、ちょっと YouTube のこと話していこうかなって思っています。絶対こっちの方が良かった。ちょっとむずいここの価格。まあこの家もマサとかセナ以外本当に入れてなくて、 YouTuber さんやったらもしかして翔さんがね、プライベート何回か来たことあるんですけど、もうそれ以外 YouTuber さん初めてかもしれないんで、ちょっと僕は結構楽しみにしてますね。ちなみに今回は女性です。はい、ということで時間が経ったらまた動画を回していきたいと思います。では行きたいと思います。レッツショータイム。コタセンナです。はい、ということでいつ来てもおかしくないんで待機してます。来ました。なんで隠れんの。お邪魔します。お疲れ。はい、ということで今回のコラボ相手は俺の嫁えんちゃん。さっきの普通にえんちゃん来るみたいな話になって、メンバーの中やったら一番なんで勝手にあげんの。えんちゃんが一番最初やだ。今日はゆっくり一緒にご飯でも食べてな。でそんなニコニコしてんの。だからさ、あげんなって。これどこまでがです。ゆっくりどうぞ。お邪魔します。でも初めてやんな。初めて。どこから見たいですか。さっと弱いから。さっと弱い。うわいいね。やっぱり作りたくない。作りたくなかった。そうなんや。夫婦っぽい感じで作って、今日見せちゃった。あのさ、もうちょっと再現しようや。せっかくさ、やっぱさ、ボーエットのパパも前にいるからさ、俺はやっぱ肉系好き。ロールキャベツめっちゃ好きやったし、やっぱ肉か、肉か、つみれ作れるの。コタゼンナです。全然もうゆっくりしよう。寝れるわ。食べますよ、ご飯。はい、っていうことでですね、はい、今はウーバー待ちでございます。あのエッチャが質問を集めてくださってるっていうことで。なんてで、まあ今回はちょっとウーバーご飯食べながらね、うん、ちょっと答えていきたいと思います。何ハマってんの。針金サービス。お腹減りましたよ。私も思ってます。お腹減った。私も思ってますよ。お腹ね、早く食べたい。メシハラミーちゃん。ハラミ食べたい。今回ね、ハラミ弁当でございます。やっはー肉。焼肉いつぶり。2、3週間。うどんしか食べてないの。めっちゃおもろいで、私のウーバーイーツの履歴。ここほら、ピンポンなりました。ご飯だ。よいしょ。こんぐらいがベストやな。いけてる。よし。人の家のそこなの。じゃない。はい、ご飯。ご飯だよ。あ、待って、私多分な、ルイボスティーをな、どうかにな、置いてんの。あ、オッケー。これ、どうする。後で。後で。オッケー。ルイボスティー持ってきてもらおう。あんたお水。うん。お嫁さんに見てもらおうかな。じゃあ、てんちゃんってさ、うん、なんかお腹すいたらさ、めちゃめちゃさ態度変わる人おるやん、うん、じゃないよな、うん、まあ、意外となんかずっと我慢するじゃないけど、不食だったか。ごめんね。コタゼンナです。一応もそうやね、見てなんて書いてるかわからへんもん。ひどりざ。じゃあとりあえず今回のお弁当こちら、あまりだ。見て見て、この水平の場所に置き、蓋を押さえて紐を完全に引き抜いてください。紐を完全に引き抜いてください。熱々のやつやん。水平の場所に置き、蓋を押さえて紐を引き抜いてください。こういうこと。そう、せーの。なんかな。
げたらあかんねん。へぇ、あ、ちょっと待って、聞こえるの。見て、うん、めちゃめちゃこう水蒸がね上に溜まってきて、水蒸気水蒸気みたいなのが水がいっぱい溜まってる今。もうこれです、あ、すいません、なんで書いてんのやろな。市長、市長座、市長座の道しるべよ、これ。アスカバ、アスカバ、ええー、アマリザ、あ、違う、アスカザ、アスカザ。で、じゃあ、ね、もういけるな。ありがとう。にくい、ほら。失礼しもうて。うわ、やばい、これちょっと絶対さ、タレにつけたらめっちゃうまいよ。どうした？わさび。わさび、わさびどうだ？これ。OK。OK。じゃあ、お帰りなさい。せーの。いただきます。マントヒヒ。いただきます。いただきます。うまっ。うん、うまい、うん、どうやった？初めて来て。さっき言われた。コタゼンナです。なんか来て、うん、こう意外とここ怖いなとか。A 型やから、うん、ほんま徹底的にこだわってんねやろうなとは思ってたから、うん、なんだかんだにな、あの綺麗抜きやねん、自分のことに対しては、うん、あの事務所は汚いんで、うん、まあ、なるほどな。こっちツンってとわさび、中でわさび、わさび使われくれへんの、どういうこと。あ、そうなんや、うん、高級なわさびって全然辛くないしてる、知ってる。それでも辛い、嫌い、うん、嫌いねんな。えんちゃんって確かに好きな食べ物聞いたことないかも、ね、なんか食べれたらいい。めんどくさがりやから。あ、そうなの。辛いもんはいけんの。カレー屋さんとか行くやん、うん、絶対甘辛、うん、甘かった。あ、逆にチョコが無理ねんな、確か。それめっちゃ意外やわ。けどさ、前学校エレリオーで、うん、静岡県行ったよ、うん、その帰る前にちっちゃい子供が、うん、なんか低カロリーのチョコを、うん、で全員に渡していくくだりやって、うん、でどんどん渡していくつもりの、いや、えんちゃんチョコ大丈夫なのかなと思ったら、うん、もらった瞬間普通に口入れて食べたっていうのがちょっと感動して、うん、いやだってな、食べれへんねんって言えへんし、いやけどやっぱな、ごめん苦手やねんって言えるやん、うん、今日も普通にもう回って、うん、えんちゃんもちょっと食べてありがとうみたいな、せっかくやし、もらったものは嬉しいなと思って。いいよね、せっかく自分のために一個な、犠牲にしてんから。え、最近えんちゃんって、うん、家で何してるの？寝てる。そうしたよ。そうしたよ。最近よくめっちゃ漫画とか共有するんや。うん、ほら。で、その中でも今さっき言っとったねだっけ？ハレマリさんですと、うん、ダークギャザリング。結構えんちゃんが教えてくれたやつ結構ハマってて、うん、何だっけ、 D フレームが一番好きなんやったっけ。 D フレームマジ神作やから、みんな見てくれ、頼むわ。ずっと言ってるよな。いや、なんか闇系とかじゃない、やっぱ。あ、まあちょっと闇っぽいけど、何言ってるもんだろう。うん、ごめんなさい。なんか、まあ、話を簡潔に言ったら、女の子がお母さんの魂を助けるためにいろんな心霊スポットの最強の霊を集めて戦いに挑むっていう話なんです。うーん、なるほどね。で、その中でもその女の子の追い立ちとかが、そうな、だからお母さん探してるんやとか。うん、そういう過去になんかある系とか、うん、okay、結構好きよね。俺逆にあの言ったんじゃないだっけ、坂本デイズ。あ、そう、坂本デイズや。でもいろんな単語意味見るよね。めっちゃ見るかも。今までで一番好きな漫画は、うん、やっぱ今和の国のアリスと、うん、十字架の6人やっぱ。うん、大人にはちょっと納得いかなかったけど。そう、わかる。今まで終わってないもんな。終わってない。どういう意味になるやん。なるほど、エンディングが気になるな。じゃあしばらく続きそうやな。うん、確かに。漫画の話しかしない。はい、ということで、このエンちゃんの方でももちろんコラボしてるんですけど、エンちゃんの方では質問コーナーを、うん、に答えていこうかなって思ってるので、楽しみにしていただければなって思ってます。ということで、後半戦はエンちゃんの方をぜひ見てください。お願いします。オッケー。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。この真ん中の丸いボタンをちゃんと1秒押すだけ、チャンネル登録ボタンを押して、今から押して。早く押して、あー明日もう押して。
やだな今のでいいよ。